ギル・エヴァンスは、ユダヤ系カナダ人のジャズピアニスト、編曲者として、アメリカのジャズビッグバンド界に革命をもたらした一人として、また画家としても著名。マイルス・デイビスとの共作が多く、マイルスの知恵袋とも呼ばれた。オンタリオ州トロントにおいて生まれた時の生命は、ヤンエルネスト・ギルモア・グリーンであったが、母親が再婚したため、エヴァンス星となった。カリフォルニア州で数年を過ごし、 兵役を経験した後、1946年に今日、ニューヨーク市に移した。そこで、彼が借りた、中国人が経営するクリーニング屋の裏手にある、アパートが、チャーリー・パーカーなど後に、ビバップ系音楽の第一人者たちとなった、若者たちの伝説の溜まり場となっていった。1948年には、マイルス・デービス、ジェリー・マリガンダと90奏曲楽団を結成。 1949年から1950年にかけて録音されたセッションは後にクールの誕生として発売された。その後数年間をフリーのアレンジャーとして活動していたが、再びマイルス・デイビスと組み、マイルス・ア・ヘッド、ボーギーベス、スケッチ・オブ・スペイン、クワイエット・ナイトを発表。この4枚のアルバムは一部の例外を除いて、 マイルス・デイビスのクレジットとなっているが、ギルの貢献度は非常に大きい。また、才能をあふれるソリストとジャズのビッグバンドとの見事な融合を披露した傑作となっている。その後のマイルスの作品においても、クレジットこそされていないものの、マイルスの作品においては、様々な形で関わり続けたことが明らかになっている。 ギル自身の名を冠したアルバムは1957年のギル・エヴァンステンを皮切りに活発な新婦の発売を続けた。1964年にはケニー・バレルのアルバムケニー・バレルの全貌のビッグバンドのアレンジを担当した。その後もギルはデイビスをはじめとする多くのジャズミュージシャンをサポートし続け若い世代のファンを獲得していた。ギルの関心はロックにも及び ジミ・ヘンドリックスとの共演が計画されていたが、ほどなくジミがなくなった。オーケストラのメンバーと共に、ジミの曲にアレンジを施した、プレイズ、ジミ・ヘンドリックスを1974年に発表し、ジミに捧げた。晩年には、スティングのアルバム、ナッシング、ライクザ・サンにおいても、ジミの曲である、リトル・ウィングのアレンジを手掛けた。1988年1月に、 前立腺の手術を受けた後、脊髄に、後遺症が残り、メキシコモレロス州クエルナバカの療養施設において、西養することとし、3月20日に死去。75歳をつ。翌1989年、第31回グラミー賞において最優秀、ジャズインストゥルメンタルパフォーマンス賞を受賞した。2013年、没後25年目に、第55回グラミー賞において最優秀、 インストゥルメンタル編曲賞を受賞した。1950年代、1960年代、1970年代、1980年代、1970年代、1980年代。ありがとうございます。